中海さん、マリノスがローマに引き分けましたが、日本のクラブも ACL を勝ち上がって、クラブワールドカップも新しい景色を見せてほしいですっていう、まあ、願望ですかね。まあ、要するに日本のクラブも海外で活躍してほしいと。うん、そうですよね。それで言うとね、何度か ACL で優勝したことがあるわけじゃないですか。はい。うん。やっぱ、もう、最近はしてないですよね。うん、確かに。うん。だから、ちょっと寂しい、結果に終わってるんで、まあ、マリノスとかフロンターレとかが、引っ張ってってほしいなと思いますね、一応、次の浦和が決勝に行ってるんで、浦和ちょっと期待ですね。なるほど、なるほど。でも10年後はね、江戸オールユナイテッドなんで、はい。あ、本田選手が関わってる江戸は、そこまで行くと。はい。はい、めっちゃさらっと流すよ。いや、そこを広げても、まあ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 。